バレーボール女子日本代表のキャプテン、小賀サリナ、28、が、パリ五輪リを最後に現役引退することをインスタグラムで電撃発表したことを受け、歴代の代表メンバーやファンが続々と反応している。夫で男子日本代表の西田有二、24、は、いいね。をつけて小賀の意向を支持。元代表キャプテンの竹下義恵は、全力応援。木村沙織は、楽しんできてねえ。 とエールを送り、大山かな栗原恵、加納舞子、真名部理沙、柳田正宏らも、いいね。で反応した。小川この日、自身のインスタグラムに、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様にご報告です。として直筆メッセージを投稿。パリオリンピック2024をもちまして、現役を引退することにしました、と報告。 小学2年生からバレーボールを始め、もっとバレーボールが上手くなりたいダブルコート。の一心で皆さんの力を借りながら28歳まで続けることができました。すべての経験と出会いが今の私を作ってくれました。本当に感謝しています。とメッセージ。パリ五輪後に引退会見を予定しているとし、パリオリンピックにバレーボール人生のすべてをかけて戦います。と宣言。 最後まで応援よろしくお願いします、と呼びかけた。SNS では、小賀さん、間近、優秀の美飾って欲しいな、小賀選手パリ五輪後引退か、衝撃、小賀ちゃん、パリ五輪で現役引退か、寂しくなるな、小賀ちゃん、早いよ、小賀ちゃん。嘘やろ、などと、バレーボールファンの動揺と衝撃が走っている。小川佐賀県神崎郡生まれ。 熊本、大津中学3年時に全国都道府県対抗中学バレーボール大会で JOC、JVA カップを受賞。オリンピック有望選手に選ばれ、将来を嘱望された。2013年、熊本新愛女学院高校2年時に日本代表メンバーに初選出。2015年に NEC レッドロケッツに入団し、2015、16V。 プレミアリーグで最優秀新人賞を受賞した。同年、リオ五輪の日本代表最終メンバーから落選したことをバネに、2021年、東京五輪にエースとして出場、2022年から代表首相を務めている。プライベートでは2022年大晦日に男子代表の西田有志との結婚を発表した。